どうもありがとうございます。サイゼリーです。今日はロックな曲用意してきました。聴いてください。ゴーストレイト。人が生まれ育って消える儚く短いこの星のサイクル、まだまだ巡る先の見えない人生ゲーム。君は何を求めてこの星でどう生きる、どう歌う、どう過ごす。心の中でひたすら磨ける。手を抜くれよ、決めたらやり通す。子供の頃教わったこと、壁があろうと前を見て立ち止まらず躊躇しない。寝ても覚めても離れない、強い思いが海にもある。胸のとこに入ってるだろう、さらき頃よりちょっとずつ重ねた虹色のパズル。不安な闇は空あるさ、俺も両手に持って。でもね、進むことに怯えなければ、君に風が吹く、雨が虹を作る。俺が伝えるメッセージは夢に黄色、それがいかにもボンだろうと信じて、俺がひたすら叫ぶことはどんどん吠え。中で眠っている小説家になれる才能を、僕の中で眠っているヒーローになれる才能。今はまだ気づかないけど、きっと何かが動いてる。あと少しだけ磨いてやれば光出す。ロープルの虹色のダイヤ、天才なんかにゃなれやしない。俺も選ばれちゃいや。でもね、続けることをやめなければ、君に風が吹く、雨が虹を作るんだ。俺が伝えるメッセージは夢に黄色、それがいかに無効だろうと信じて、俺がひたすら叫ぶことはどんどん吠え。広島の方で、はい、なんか変わったイベントに参加したみたいですけど、はい、広島にまで行ってきました。広島行ってきました。そば祭りっていう祭りに呼ばれまして、そこでライブしてきました。お客さん何ぐらいやったの？1000人とか2000人。おお、すごいよ。多い時では7000とか来てたみたいで。へえ、どんなお客さんなんですか？どんなお客さんの？いや、皆さんそば祭りなんで、うん、年齢層が高いんですよ。ああ、まあまあまあ、いくつぐらいなんだよ。いや、50、60ぐらいじゃないですかね。高いなこれまた。ほんで、どうやった。いや、結構ね、初めはすごいもうどうなるかと思ったんですけど、やり始めてやってたら、僕らライブでやる曲でこう手をこう上げてもらう曲があるんですね。振り付けがあるんです。おじいちゃん、おばあちゃんたち、こう手を上げてくれた。上げてくれた。上げて。へえ。ちょっとやるちょっとやるじゃん、こう手上げたら痛い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